名神高速です。今日はお盆休みの真っ只中、8月中旬です。ここまで渋滞してました。大津から高槻まで25キロの渋滞と出てました。すいません、たまらずすり抜けしてきました。なので25キロの数字ほど時間かかっていません。すり抜け論争ありますが、私の場合は高速道路の白破線で、停止または超低速の時だけやる派です。さすがにこの時はバイクのメリットを生かさせてほしいです。すり抜け否定派の皆様、申し訳ありません。大津サービスエリアで電池交換兼ねた休憩です。バイク呼んでくれました。こんなところでもバイクのメリット、ありがとうございます。今日はここから下に降りて、前からちょっと走ってみたかった道です。皆さんよくご存知、日本最大の湖琵琶湖、そこから流れ出る唯一の河川瀬田川、京都盆地まで着くと宇治川になってるんですが、この間結構な山なんですよね。しかも大きなダムもあります。そんな瀬田川宇治川の川沿いを通る道、昔は走り屋も多数生息した通称宇治川ラインです。そのおかげで夏休み終日二輪車通行禁止っていう噂もありますが、その実態も調査していきたいと思います。今日はそんな道、宇治川ライン、滋賀県道京都府道3号大津南郷宇治線を走ってきます。国道1号線です。大津市です。左手平和堂です。滋賀といえば平和堂です。それはもう和歌山といえば大桑と同じぐらい有名ですよね。それはさておき、出発地点到着です。目の前の橋が瀬田川大橋です。なんか観光船見えます。おっと失礼しました、矢印出てました。今の鳴らし方優しかったですね。そしてここ松原国道口交差点から宇治川ラインスタートです。スタートは国道422号線との重複区間からです。ここからしばらく重複区間続きます。あれ、川幅こんな狭かったっけと思ったら、左側対岸じゃなくて中洲でしたね。この左が瀬田の唐橋です。日本三大名橋の一つだそうですが、これはなんか諸説ありそうですね。新幹線と名神高速を巡ります。京阪電車です。あ、この先石山寺駅ですね。バイクで行く西国33種巡礼でもうすぐ来るところです。場所を確認ができました。今日は寄り道せず今度改めて来ます。なんか釣ってますね。ルアーですね。バスですね。多分聖地ですもんね。それにしても水量豊富ですね。さすがですね、本当に。この右手が石山寺です。大河でもよく出てきますよね。今度来るのが楽しみです。バイクで行く西国33種巡礼シリーズもよろしくお願いします。上は刑事バイパスです。
左、瀬田川荒井関です。ここが琵琶湖の水止めたろかって場所ですよね。知らなかったんですが、本当にここを前編にしたことが何度かあるそうです。琵琶湖の水止めたろかって下流への仕返しのように使われますが、実際には反対で、下流域の洪水を防ぐためここを前編にして、代わりに琵琶湖が溢れて滋賀県民が洪水の被害に遭うそうです。そんな決断を誰かがするんですね。大変ですよね。どっちにしても批判される。まさに苦渋の決断ですよね。そんなことを知ってしまったら、このフレーズもう安易に使えませんよね。国道422号線と別れです。右へ入っていきます。この辺から回送路の予感です。真ん中入ってきました。ライダースカフェの終わりに止まってるの車ばっかですね。左手渓谷みたいになってます。川幅も狭く水量も少なめですね。水量多いのはさっきの荒井関までで、そこで水量調節してるんですかね。右手立ち木観音です。観音様ですが、西国33所には入ってないですね。左手、獅子飛び橋です。回送路が続きます。左手、南大津大橋です。回送路まだまだ続きます。ここから京都府宇治市です。大橋を渡ります。あれ、また滋賀県大津市って出てきましたね。この辺が境なんですね。今右に瀬田川の看板ありましたね。ここはまだ瀬田川のようです。卒川大橋渡って途端に減速帯増えました。この辺から本格的なワインディングに突入でしょうか。危険なカーブですね。ここも危険ですね。昔
昔生息してたハシビアはノーブレーキでまっすぐですかね。その後もスピードが落ちるところないですね。怖いですね。事故るとやばい場所ですね。横川やし。ここでまた京都府です。今度は宇治田原町です。今の橋には宇治川って書いてましたね。ということで瀬田川はどこから宇治川に変わるか問題。バイクと散歩調べでは宇治田原町に入ったあたりから宇治川ということでどうでしょうか。そしてこの辺も危険なコーナーが点在します。橋を渡って交差点、ここで一息つけます。ここから先も減速帯のつく危険なコーナー多いです。そして右側、完全にダム湖になっています。スピード乗るし、コーナーも適度に急だし、切り返しも多いし、この辺がメインの攻めどころでしょうか。右手、ダム見えました。死亡事故多発、スピード落とせ、出てますね。そしてこの奥が天ヶ瀬ダムです。ガードレール二重でめっちゃガードしてますね。落ちる人いるんでしょうね。ここですか。道幅広いし S 字だし、ここが一番の攻めどころですかね。ダムのすぐそばじゃないですか。そして降りてきました。この辺から世界遺産平等院を中心とした宇治観光の中心地です。
そしてここを右に曲がってゴールの宇治橋を目指します。と思ったら失敗でした。渋滞です。結構大変な渋滞です。ようやく抜け出せました。ゴールの宇治橋です。スタートの瀬田川大橋からゴールの宇治橋まで約50分の走行でした。ゴールはしたんですがサムネが取れてないので京都府警についてここを右へ入ります。宇治川沿いの細い道を通ってもう一度天ヶ瀬ダムへ向かいます。ここです。ちょっと写真撮ってきます。こんな感じです。下にも降りてみました。こんな感じです。下に降りて気づきました。ちょっと岩とかあって渓流っぽくなっていますが所詮は琵琶湖の水、渓流の匂いではありません。琵琶湖の匂いということで、宇治川ラインでのバイクと散歩でした。結構メジャーなルートにもかかわらず交通量も少なくなかなかの回送路でした。途中一部危険なワインディングはありましたがアクセントにちょうどいい感じです。それと結局夏休み二輪車終日通行禁止ってなかったです。まさかの標識に気づいてないだけのパターンあるかもしれませんが多分大丈夫です。そして琵琶湖から宇治まで走ってみて思ったこと、川はこの山越えられません。結構山深かったです。こんな山は越えられるはずありません。きっと川が先にあって後から山が隆起したケースではないかと思います。それと琵琶湖と宇治の間にこんな大きなダムが作れるほど高低差があるのすごいなと思って調べてみたら琵琶湖の水面って海抜80メーターもあるそうです。知りませんでした。ダムもできるはずです。琵琶湖疎水も引けるはずです。勉強になりました。さっきの渋滞もう一回通るの嫌だったので山を抜けることにしましたが、なんだか見たことあるお寺の名前出てきました。伊室戸寺です。こんな近かったんですね。それでは次回まで。完全に。